寛永10年12月徳川忠長は将軍家光の実弟でありながら自陣という名目で切腹を申し付けられたるは大国の領主にあるまじき乱行を咎められてのこと。しかしその多くは俗説であり真偽のほどは定かならず。寛永6年駿府城。殿に一言申し上げた機器がございまする。匂うな。何としても聞き入れていただかねばならぬことゆえ、来たる9月の24日城内にて行われる御前試合、真剣をもってせしめるの儀お取りやめくだされ。剣の優劣は勃剣にて十分見て取れるもの、真剣など用いてはせっかくの一芸の者たちが、天下はすでに太平、かかるご時世に東照大権現様ゆかりのこの駿府城の庭先を血で汚せばご公儀への本意と受け止められましょう。さすればお家の一大事、なれば御前試合の剣士になり代わり、それがしがお見せつかまつるな。真剣試合がもたらすは、つまりかようなもの。それとも殿は駿河55万石を引き換えにされてもかようなものがご覧になりたいと仰せられるか。同年9月24日まこともって不毛、新貴重な一能の者の歩を真剣試合で失うなと。しかし誰がとどめようぞ。鳥居殿の命を落とした還元さえ踏みにじられたあの殿を、卑怯。侍の命は侍のものならず、
主君のために死に場所を売ることこそ武門の誉れ。三重殿、いかがなされた？見えました、藤木様のお勝ちになる姿が。藤木玄之介殿、お出番にござる。これより御前試合を執り行いまする。は。西方藤木玄之介。石腕。あの男は確か。三枝殿のご推挙。いかにも。血迷われたか。片腕の剣士に真剣勝負など。務まり申す。日向殿。おお、濃尾無双と謳われた小岩流の。藤木玄之介殿。貴殿は家老三枝伊豆の神様のご推挙であったな。念のため身を改めさせていただく。どうぞごゆるりと。ん？不覚傷。このようなものを殿のお前に。あの背面の起こり、腕一本の働きは十分にするものと覚え申した。東方伊良湖清苑。行く。もうよい。あそこ。それだけではありません。よし。藤木玄之介、伊良湖清苑。いざ両名とも心置きなく御殿のため存分に剣技を尽くされよ。石腕と飯、
このような武芸と値せぬ見せ物にてお庭先を怪我したとあってはいよいよもっていいな見られい朝倉殿不屈の精神を持った剣士にあっては己に与えられし過酷な定めこそその魂を揺さぶりそしてついには何だあの構えはあれこそはイラコ様の必勝の構え無名坂流れのお姿藤木様切ってくださいまし憎い憎いイラコを切ってくださいまし立ち推理がこの剣術尋常ならず7年前、元和8年、遠江の国。狭りあれはつらい参ったを言わせてくれぬからな それまで藤木もう少しこう、なんというか、手心というか牛本師範、言いたくなければ覚えませぬ申し上げますただいま、玄関に他流の者がイラコ聖元と申す岩本小岩先生とお手合わせ願いたい お父上道場に他流の者が旦那様
いけます。故障ですから。道場破り。わかり申した。先生にお取り次ぎいたそう。だが道場の約定により門弟の者2名と手合わせした後ということになるが。構いません。他流試合心得。稽古磨きのための試みとして立ち合い申し候を上は勝負の良し悪しによって異種異根の儀。決してこれあるまじく候。他流の者を丁重に扱い倒すことまかりならぬ。伊達にして返すべし。かかる者の姿は五眼竜強しを世に知らしめ道場の名声を高まるに至り。無用だ無用だ。奴の赤い唇。剣術には無用だ。藤木の剣先やや熱いか。キャツめ飛び込みおった。今だつばぜまり。潰す。気を逸した。藤木の様子がおかしい。俺を指絡み。それまで。師範代。師範代。藤木師範代。構うな。これからだ。これからにござる。これからに。さようにござるか。それまでと申した。これからにござる。これからにござる。藤木。これからに。そうよの。次なるはそれがしが。
素振り用の木剣とお見受けいたすが、無作法お許しあれ。